ロイドご飯の時間になりました。はい、どうも、今回はですね、もうロイドご飯ご覧の方が久しぶりだな、もう待ってましたっていうのね、声が聞こえてきそうなこちらのお店で、お店なんですが、ここはですね、最近あの何度かちょっと最後のマンさんね、はマコさんだったら何にしますかというふうに聞かれて、もう即答できるお店、もうラーメン、自分にとってラーメンはここに始まりここで終わるという、そして食べ物飲食店もね、ここに始まりここで終わるというお店、こちらです。嫌なことあっても食べたらいいかも。
はい、というわけでご覧いただきました杉田さん、もう今回も最高でした。もう、ね、動画の表情でお分かりいただけたかと思うんですが、今回はですね、もうずっと一緒に、行きたかった方たちと一緒に行くことができまして、そういう意味でもね、満足感がある、いっぱいでした。でやっぱりすごいのは、もう自分も冒頭言いましたけど、ここは本当に自分が、最後の晩餐と聞かれて即答できるぐらい自分がね、もう大好きなお店一杯、素晴らしいラーメンなんですが、やはりそうは言っても自分もこんだけ毎日毎日ラーメンとかいろんなもの食べてますんで、やっぱり味覚も更新されていくじゃないですか。で久々に行くときにいつも思うのは、今回どうなのかな果たしてと思いながら実は行ってるんですけど、やっぱりね、毎回その期待値を超えてくるというこの杉田さんの凄まじさ、もうね、谷うまいとかも凄まじいですね。はい、そして今回はですね、やっぱりこう自分が好きな人と一緒に行くときに思うのは、自分一人で食べるのももちろんうまさ最高なんですが、やっぱり初めてこの杉田屋さんに行かれる方がやっぱ食べてみて、わあ一口目レンゲでスープなんでうまいって顔された時、そしてまたこうどんどん味変とかいろんなことにハマっていく、ここでね実感しながら自分も食べるというのが最高で、そこでやっぱりこうちょっとね動画内に音声をねあんまり全部は載せてませんが、やはりこう厨房内の活気もあるんですよね。で店員さんもやっぱりこうハードなお仕事なので結構ね険しくなってしまいがちな、この中でやっぱりこうこちらがうまいなって顔するときにふっと目が合うと、あの、ね、店員さんも笑顔でいらっしゃったりして、そういう何ですか、一緒に行くお客さんもハッピー、そして食べた自分もハッピーで、またお店の方もそれをなんか様子見てね、あなんか笑顔になってる様を見ると、大好きなお店をね他の人に行った方も好きになってくれるというのは最高だなと思いながら今日いただきました。はい、でちょっともうここまで語ったらね、味のことはいいんじゃないかと思いますが、やっぱ言います、久々のこの杉田屋さんですが、本当にいつも思うのは、ただのこのパンチ力しょっぱさじゃないんですよね。しっかりですね、うまさがあるので、もうそのまま食べても美味しいし、またこう家系特有のあのどんどん味が変化しながらいくスープ、でさらにその上にこう味変をね、こうやって自分なんかこうおろし生姜大好きですが、最後のお酢にお酢はもうマジックですよね。なんかこうお酢を入れても決してこう酸っぱさとか、さっぱりさっぱりだけにならない、あの旨味があるスープがもうなんですかね、こう家系ラーメンにしかありえないんでしょうか。このまか不思議な味変を遂げるのがこのお酢味変の素晴らしさかと思って、これ考えちゃうと本当すごいですよね。はい、というわけで、まだまだねこう杉田さんも自分もいつもあの美味しい美味しい言ってますが、やはり日本全国広いので、なかなかこう横浜とかね、来られてない方はまだね召し上がってない方も多くいらっしゃると思います。ぜひぜひあのだんだんね移動の兼ね合い可能な移動がね可能になってくると思いますので、ぜひ、横浜この杉田にいらっしゃって杉田さんの一杯食べてみてください。自分は本当に最初にこうメロンシートにこの杉田さんのね味を教えてもらってから、やっぱりここから自分のラーメンライフがねスタート、本格的にスタートしたと言ってもね全然言い過ぎじゃない、もうね素晴らしい一杯だと思いますので、皆さんも早い時期にこの杉田さんと出会われることを希望します。何のまとめでしょうか。はい、ではでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。